でも今の私はみんなに望まれていないわ。そうかしら。今のあなたを応援してくれる人はきっといるはずよ。今の私を応援してくれる人？ええ、もっと周りに目を向けてみて、きっと見つかるはずだから。ルカちゃんはああ言ってくれたけど、でも今の私を応援してくれる人なんて。しずく、いる？あ、愛理ちゃん、ごめんね、練習休んじゃって。いいのよ、気持ちがまとまらないと練習しても身が入らないでしょうし。で、今日はしずくと一緒に帰ろうと思って。予定がなければどう？うん、ありがとう。なんだか久しぶりね、しずくと二人で帰るの。練習した後はいつもみんなで一緒に帰ってたものね。どうしたいのか決まった？考えてたんでしょ、これからどんな自分を見せていくのか。まだわからないの。モアモアジャンプでみんながやりたいことができなくなってしまうのは嫌だわ。けど応援してくれてるファンのことを考えたら、チアフルデイズの頃のイメージを壊すのは。応援してくれるファンね。でもその中にだって今の雫を応援してくれる人はいるんじゃない？え？でも今の私を応援してくれる人なんているわよ、案外近くにね。え？あんたも知ってるんじゃないかしら、みのりっていう子なんだけど。その子、地上での頃の雫も好きだし、今の雫も好きなんですって。だからファンの子たちにもあんたの良さを分かってもらいたいってめちゃくちゃ熱く語ってたんだから。みのりちゃんが？あと、あんたは今の自分に魅力がないみたいに言うけど、私は好きよ、今の雫。なんていうか、白鳥みたいで。白鳥？ほら、よく言うでしょ、白鳥って優雅に泳いでるように見えるけど、実は水中で必死に足をバタバタさせて進んでるって。そういうとこあんたに似てるじゃない。歌もダンスも完璧でキラキラした笑顔でステージに立ってるけど、裏では誰より必死に頑張って練習してる。そんなあんたにね。なんだか恥ずかしいな。他にも雫のいいとこはたくさんあるわよ。しっかりしてそうなのにちょっと抜けてて、でもなんだかんだ周りを和ませてるところとか、あとは道に迷って困るくせに散歩したがるところとか、はた迷惑な時もあるけど、なんか目が離せないのよね。愛理ちゃん、私のことたくさん知ってるんだね。当たり前でしょ、私たちはモアモアジャンプの仲間なんだから。愛理ちゃん、今のあなたを応援してくれる人はきっといるはずよ。そうね、一番近くで応援してくれる人たちを心配させちゃダメよね。ありがとう愛理ちゃん、私決めたわ。しずくちゃん、今日も来ないのかな？大丈夫よ、今日は委員会で遅くなるって言ってたから、そっちが終わったらすぐ来るでしょ。そうなの？みんなごめんなさい、遅くなっちゃって。ほらね。しずくちゃん。しずく、大丈夫？みんな待たせちゃってごめんなさい。でもおかげで決意できたわ。今のこのままの私をみんなに見てもらうことにしたの。しずくちゃん。そっか、しずくがそう決めたなら
私は全力でサポートするよ。動画編集もしなくて大丈夫？ええ、大丈夫よ。でも、配信の一番最後に少し時間をもらいたいの。ファンのみんなに今の私の気持ちを伝えたいから。うん、わかった。その時間も考えて撮っていこう。それで今回の配信内容なんだけど、みのりから提案があるの。みのりちゃんから？しずくちゃんの良さがファンのみんなに伝わるようなアイディアをはるかちゃんたちと一緒に考えてみたんだ。しずくがどんな答えを出してもいいように、いくつかパターンを出したんだよね。みのり、すっごく一生懸命だったんだから。下校時間過ぎて鍵閉めるから帰れって言われてるのに、もうちょっと待ってくださいって先生に詰め寄ったりして。あれはびっくりしたね。だってもうちょっとでいいアイディアが出てきそうだったから。まあそういうとこもみのりらしいけどね。ありがとう、私のために。本当よ、ここまで待たせたんだから、次の配信は最高の雫を見せなさいよね。うん、今度こそファンのみんなに希望を届けるわ。みんなこんにちは、モアモアジャンプの桃井愛理よ。3回目の配信はズバリ地獄のダンス特訓。この間より難しいダンスにみんなで挑戦。マスターするまで踊り続けるわよ。振り付けは配信前に確認しておいたけど、本当に難しいよねこの曲。え、はるかちゃんでも？うん、相当練習しないとマスターは難しいかな。でもやるからには頑張るしかないでしょうね、しずく。ええ、頑張りましょう。ええ、ありがとう。頑張るから応援していてね、みんな。やりきらなくちゃ、今度こそみんなに希望を届けるために。